皆さんこんにちは、岡野日記のママです。この日はあやはや家、朝からバタバタしていました。パパは荷造りを始め、ニーニーもネーネーも何か準備をしています。カノさんはまだよく分かっていないようです。岡野日記、今日はニーニー、ネーネー、パパの3人が1日帰ってこない日です。何も知らないカノさんは、なんかみんなバタバタしてるなーって、おやつを食べながら遠巻きに見ています。行ってらっしゃい。ここからカノさんの一人っ子、ママのワンオペ生活がスタートします。午前中一人っ子を満喫中。普段乗ったらネーネーとニーニーから怒られるクッションを占拠したり、子供チャレンジの本で買い物ごっこしたりと大忙しです。ママはその隣で緊急のお仕事中。まだ3人がどこに行ったのか全く聞いてきません。これはまだ気になる年齢じゃないのか、性格的なものか悩むところです。お昼ご飯の後は暑くなってきたのでクーラーを入れました。カノさんは食後のママのおやつを狙い、必死にハサミと格闘中です。ママは久しぶりのワンオペが大変かなって思っていましたが、正直家に人が少ないのでご飯の準備も片付けもすごく楽です。ここでようやく姉ちゃんがいない口にするようになりました。でもいないことに対してはあまり気にしていない様子。カノさんはママが食べているお菓子は美味しいものという認識があるらしく、どんな食べづらいものでも欲しがります。今回は硬いおせんべい。普段のご飯もこんな風に食いついてくれると嬉しいのですが、ご飯は珍しい。食わず嫌いが多すぎて困っています。まあいずれは食べるようになるよと今は楽観視しています。ちなみに今日のお昼ご飯のメニューはおそうめんにハムサラダでした。お昼過ぎにおばあちゃんの携帯が壊れたということで携帯ショップに付き添います。本当はお昼の時間なんですが、どうなることやら。案の定携帯ショップに時間がかかってしまい、途中で爆睡。ぐずることなくストンと寝てくれたのはありがたいのですが、このサイズで寝られるとかなり重い。控えめに言っても重い。このまま1時間ちょっと耐えました。後で筋肉痛が怖い。美味しい？どんどん食べてから溶けていってまうよ。起きてきた時はもうすでに4時近く。おやつのアイスを食べます。ちなみにまだおばあちゃんは携帯ショップの中です。店頭でしかできないことが多いのは分かりますが、恐ろしく時間がかかるのは困りますよね。カノさんの希望でおばあちゃんの見える位置、通行の邪魔にならないところで蜜を避け食べています。おばあちゃんとの別れ、すんごくあっさりしています。家に帰ってきて、ここで初めてパパの車がないことに気がつきます。そこで一言、車が一つないの。ねえねえおらんよ今日は。ねえねえおらんよ今日。ニーニーもおらんよ。ニーニーはどこやった？パパもおらへんよ。パパはどこやった？おらへんよ。今日帰ってこないよ、かんちゃん。でも次の瞬間にはもらったマグネットに夢中。いっぱいもらったね。じゃあこれを開けて、これを開けて。ね。これを開けて、これを開けて。はいはい。あー、いっぱいや。青のムックにピンクのガチョペン。ガチョペン。やだー。これどうするんだろう。もちろん冷蔵庫にベタバリ。なんか可愛いを通り越して
気持ちが悪い。そんな姿を横目にママは夕飯の準備をします。毎日思いますが、何作ろう。うわっ、これ何。梨。梨。ねーねとニーニーから LINE 電話が入りました。ねー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 、シロだよ。シロの場合だよ。何それ、何それ、ちょっとちょっと、これミカクラさんじゃん。見てね、これちょっと見ます。あ、はい。何買ったの。これシロだろ。これシロ、これシロあっただよ。シール、シールよ。シールベタそうね。お互いに言いたいことを言い合うだけの意思疎通に問題のある電話でした。かんちゃん、お風呂入るよ。はい。誰と入るの？ママと入る。普段はパパと入っていますが、この日はママと入ることを言わなくても察したようです。何がいるんやった後？あと、キティちゃんはいる。あ、キティちゃんブクブク？あそこや。そして、またキティちゃんのバスボール買わされました。多分ね、すでに3000円分ぐらい買わされていると思います。恐ろしい。お風呂上がりの後は髪を溶かしたり爪を切ります。汗をかくとよく肌をかきむしるのでしっかり切ります。あ、足の爪もついでに。それが終わると夕飯です。本日の夕飯は鮭の塩焼き、ポテトサラダ煮物です。バーバに合わせたメニューとなっています。普段はこの時間、ニーニーとネーネたちと大暴れしているのですが、一人遊びをしています。食べるしよ。こっち食べて。あ、こっちがない。なんで、おかけは、こうです。こうって。上の二人がいないとこんなにも落ち着いて遊べるんだ、とびっくりしています。今日はご飯作りも片付けも洗濯も普段の半分で済むので、ママにとっては快適な一日でした。カノさんはまだ帰ってこない3人についてどう思っているのでしょうか。あ、カメラがバレた。寝る前の LINE 電話が来ました。ねえ帰っていったの。まだカノ、ニーニー、ここにいるのどこでしょう。お布団引いてねんねする。俺今ニーニーとねんねねんねするんやよ。ねんね。ねんねとニーニー帰ってくるのやって。うん。明日朝帰ってくる。明日帰ってくるわ。ニーニーとねんねいないよ。ないよ。食べれるんよ。あ、大丈夫。じゃあ行きます。バンバン。あたしが勝ち。あ、そうやから僕負けや。あたしの勝ちだ。そうやね、かのちゃん。かのちゃんもうねんねするの？うん、じゃあ。3人についていないことは理解しているようですが、なんでいない、どこにいるというのはさすがにわからなかったようです。今日さ、寝るときさ、ニーニーとネーネーの部屋行かずにママの部屋行くんよ。ネーネはだからネーネーおらへんって。ネーネーどこやった。ネーネーお布団引いて違う場所におったじゃん。あんまり分かってない気がするこれ。そしてママと2人だけの夜。かんちゃん、そろそろお休みの時間です。で、ここベッドじゃないんですけど。ぐずることなくいつの間にか寝ていました。ママもゆっくり編集をします。違ったの？かんちゃんのだよ。いや、私は、あとお弁当の残り。今日はママがお外仕事のためお弁当で多く作って余った分が朝食になります。
かのさんの大好きなおかずがあるので手も口も進んでいます。食事中に最後のライン電話。おかんちゃん。おかんちゃん。これみかん。なしだ。なしや。なしや。なしだよ。おはよう。ねえもう帰るね。えねえねえもう帰るの？ありがとう。帰るよ。うんいいよ。ねえねえこれ開けようね。ねえねえこれ開けたよ。ねえねえお前開けたよ。ありがとう。あのね訳すと姉ちゃんと兄ちゃんのクッションを二人の位置に置いといたよって。置いたんだよ。まあありがとう。カノさんなりにねえねとニーニーの認識があって、やっぱり声を聞くと寂しいという気持ちが出てきたようです。30分後、三人が帰宅。パパ帰ってた？ニーニー帰ってた？パパ。完全にやばいと。こうして我が家も平常運転に戻りました。静かで平和だった一日があっという間に終わり、また賑やかでせわしない日が始まるようです。